今回はユニジアのヘキサ TC タープを購入したので、ご紹介したいと思います。選んだポイントとしては以上のようなことになります。梱包内容としては3メートルの短いロープが4本、 7.5 メートルの長いロープが2本、5メートルの調節可能延長ベルト、それが1つで、収納バッグと、ペグは8本になります。ポールバーは別売りになっていますんで、そこら辺は お気をつけください。タープのサイズとしては、420×410、防水性能は400で、多少のね雨であれば大変じゃないかなっていうふうに思います。今回は3種類の張り方をやってみますんで、よかったら最後までご覧ください。結構大きいね。結構大きいんで日陰もね、結構大きく作れんじゃないかなっていうふうに思いました。こちらが前の部分で、後ろの部分が、この奥ですね、こんな風になっています。で、ここが正面。で、金具がついてる方が後ろ、これがついている方が後ろだね。手前に、ロープか入るか、これオッケー。で、ここにボールを刺してこれを引っ掛けると強くなると、こういう感じか。個人的にはこの色がすごく気に入っていて、良かったと思います。はい、一般的な貼り方はこんな感じかな。やっぱヘキサーかっこいいね。で、今日は曇りで30度ぐらいあるみたいなんだけど、結構やっぱり影も濃いね。あ、いいわ。身長170でこんな感じだね。ちなみに正面のポールの高さは2メートル40です。高さもあってやっぱりいいな。座ったらこういう感じ、いいよね。座ればこういう感じで、お、広々。
イキャンプなんかはこういう張り方がいいよね。こういう張り方も悪くないな。かっこいいな。でもデイキャンプだったらこれでもいいな。うん。ああいいよ。日陰も濃いからちょうどいいね。うん。いいわ。かっこいいわ。こんな風にね、延長ベルトをつなげると、ちょうどここら辺に、テントをね置くことができて、いいと思います。でもいいや、おかわりも。やっぱりポール1本高い方がいいや。雨が降ってもね、日よけにもなるし、いいわ。いかがだったでしょうか。今回のねヘキサ TC タープの試し張り3種類をご紹介しました。詳しくはね下記概要欄を、確認してみてください。次回のキャンプで使ってみたいと思います。今回の動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。